はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病やね、血液のがんで骨髄移植をするとですね、一時的にですね、食べてはいけないものが出てきます。まあ、基本的にはその生物と呼ばれるね、まあ、生肉でしょ、生魚、生卵が挙げられますけども、蜂蜜漬物か、もうね、食べてはいけません。まあ、果物で言うたらグレープフルーツがダメですね。まあ、といったようにですね、今日はこのような、骨髄移植における食事制限中のお話です。まあ、その中でもね、飲み物のお話をするんですけども、僕はそのルイボスティーという飲み物をね、飲んでたんです。実はね、それもダメでした。まあ、知らない方のためにね、お話ししますとですね、ルイボスティーという紅茶のような飲み物があるんです。まあ、血液のがんのね、治療で骨髄移植をした人はね、免疫抑制剤というお薬を飲むんですけども、そのルイボスティーという飲み物は、免疫抑制剤の効果を、まあ、強くしたりとか、弱くするみたいで、まあ、その薬剤に対して期待している効果がね、見られなくなる可能性があるようです。なのでね、ルイボスティーはちょっと飲まないようにしてください。まあ、せっかくね、飲んでる免疫抑制剤のね、本来の効果が見られないと、まあ、意味がないのでね、困ったもんですわ。まあ、という内容をね、まあ、先日のね、ルイボスティー関連の動画でね、先にね、お伝えしとけばよかったんですけども、まあ僕のね、勉強不足で知らなかったんで、ちょっと皆さんにね、適当なことをね、言ってしまいました。すいませんでした。ほんでね、まあ、あの後ですよ、自分で調べてですね、その病院にもね、そのまあこの前の月曜日かに電話して聞いたらですね、やっぱやめといてとね、言われました。でもそれがね、その電話した瞬間にですよ、その電話をその血液内科の、まあ、僕の担当の人にね、その人に繋がった瞬間にですね、あ、もしもし、安さん、あれでしょ、ルイボスティーでしょって言われたんですよ。瞬間ですよ、瞬間に。あ、ルイボスティーのことを薬剤師に聞いたんですよ。そしてやっぱあかんって、って。まあ、ステロイドには直接影響ないらしいけど、免疫抑制剤を飲んでる人はやっぱやめといた方がいいらしいわ。って言われたんですよ。いきなりですよ。まあ、というのもですね、担当の人ね、看護師さんなんですけども、実は二人いてるんですよ。僕担当してくれてる人ね。その、僕の、その二人がですね、まあ、僕、その動画をね、僕のこの YouTube の動画をね、見てくれてるんです。なので、ここで話している内容をね、しっかり理解してくれてて、まあ、電話することもでしょ、まあ、この前の月曜日電話したことも、例えばその動画内で話したことで、こう次回こうやって聞いていますっていうような内容とかもね、もう全部把握してくれてるんですよ。まあそのね、実は過去にルイボスティーに関する動画をね、アップロードしたことがありましてですね、まあ、その時に、まあ、病院に聞いていますとね、話してたんです。まあね、すごいその僕、新しい YouTube の使い方しますよね。めちゃくちゃ話が早くてね、便利ですわ。まあそれはちょっと置いといてですね、まあ、最初にお伝えした通りですけども、その飲んでる薬の邪魔をしてしまうと、やっぱそのね、本来の効果を発揮してくれなくなるようなので、やっぱりね、それはね、良くないですよね。まあ、他にも調べたら、まあ、いろいろあるんですよ。まあ、例えば先ほども言いましたけど、グレープフルーツがね、代表的に伝えられてるんですけども、他にもこう、八朔でしょ、スイーティー、西洋トギリソウといったものがね、挙げられます。まあ、どれもね、その体にいいし、美味しいですよね。まあ、しかし、あかんって言われたら、あかんので、やめときましょう。まあね、このようにね、例えばそのご飯で、食べるご飯とかだったらね、その食べ合わせで味が変わってしまうようにですね、まあ、薬と食材でもね、その効果を発揮させなくなるものがね、ありますので、まあ皆さんも、これはどうかなって思うものがあればね、まあ一度病院側に聞いてからにしてください。ねえ、本当にその、なんて言いますか、飲んでて意味ないやんってなったらね、もうしゃあないんでね、気をつけていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。
この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。